駅名標箱崎九大前駅は、福岡県福岡市東区箱崎三丁目にある、福岡市地下鉄箱崎線の駅、旧西鉄福岡市内線の箱崎松原駅の直下に位置する。駅番号は H06。仮称は九大西門駅であったが、九州大学の西門は駅から北へ約550メートル離れた文系地区にあるもであり、 駅直近の門ではないこと、また、旧電停の名称である、箱崎松原も松原が消滅した現在には、そぐわないことから、検討の結果、旧大前バス停からかなり離れていることもあって、箱崎旧大前とした。駅のシンボルマークは、福岡市出身のグラフィックデザイナー、西島伊佐夫がデザインしたもので、駅周辺の千代の松原で、枝を旧大にちなんだ。 9の字に見立てている。投稿目では、かつてほぼ同一に存在した西鉄福岡市内線の箱崎松原駅についても記述する。貝塚駅が管理し、JR 西日本中国メンテック福岡支店が駅業務を自宅する業務委託駅である。地下2階に島式ホーム1面2線を持つ地下駅である。 2018年度の1日平均乗車人員は3218人である。箱崎線の駅では最も利用客が少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は下評の通りである。駅直上にあったフィットネスクラブが閉店した後も建物はそのまま残されていたが後に解体され、跡地に分譲マンション、サンディアン箱崎旧来前、ステーションレジデンスが竣工した。 相対式のホームを持つ2面2線の停留場で駅舎はなかった。西鉄福岡市内線全般に伴い廃駅となった。箱崎松原駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。